サーモンです、サーモン。これすごいな、うん、よーいスタート。はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。エビと塩昆布の炊き込みご飯。はい、でおじいちゃんの老人会のお弁当に気づかず作ってしまいました。お弁当豪華っすね、はい、中華系のお肉といちごもございます。老人会さんありがとうございます、はい、そしてサーモン、サーモンの刺身、はい、そしてピーマンの肉崩れでございます。はい、食べますか。はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、はい、いただきます。いただきます。これ夜食べてじゃあ いっぱいあるから。あ、そう、はい、じいちゃんとやっちゃんの分作ってたから、はい、じゃあごちそうになります、うん、これはお時間の うまいうまい。おいしい。これ誰かが作ってくれてんの？どっかで頼んでんのかな？あ、老人会で作るんじゃないの？みんな集まってんだから。本当に？うん、これうますぎるよ。うますぎ。うん。うまい。相当うまい。これうまいね。うん。あ、飯も食っていい？うん。うまい。これなんか違うね。うん、味ついてるね。うまいな。今日は夜遅いからいないからさ。今日？うん、うん、ある程度のもんは作っといたから。作っといたっつうか、じいちゃんの弁当気づかなかった、忘れちゃった、うん、いや弁当もらったよって言ったね。今日の話だと思わなかったの。朝それで食ったんかなと思ってた。うまいね。サーモン、サーモン。これすごいな。すごい。うん、何がすごい？うまい。うまい。うん。保険証見つかってよかったんだよな。うん。びっくりしたよ。なくした時。
これね、納豆鶏ひき肉これ肉だ肉とトウモロコシ鶏ひき肉聞こえた？うん。なんつった？鶏ひき肉って言った。そうそうそう。うまい。うん、美味しくできた。うん。いい味だ。うん。これピーマンね。うん。これ買ってよ。いらないで。俺もないらない。今日はこんな冷蔵庫にあるもんねえんだよ。うん、全部ある、うん、肉も残ってるし、うん、うん、全部ある、大丈夫で、その炊き込みご飯もあるし、うん、でも食べなきゃ申し訳ねえ、うん、じゃあこれ食ってくれよ、これだけ、うん、これは食えるだろ。あ、半分でこれなら食える？うん、これならいける？うん、はい。はい。これもうまいな。この弁当食べちゃって。いや、いやあなたが食べなさい。ご飯食えないんだって、おかずないんだから。うん。あとこれはピーマンね。うん。ずっとつけてたやつ。生のピーマンを氷水につけるとシャッキシャキになるのって。氷水？氷水にずっと一日つけとくのよ。芋食うよ、芋。ん？食えない、食えない。お腹いっぱいよ、もう。うん、芋なんて今、まあ今まだか。やってんのか。うん、これ食べるの？ん？いつも。いつも食べるよ。うん、同じタイミングで食べればいいでしょ。
よくないな。なんかイテモンクラスっていうさ、韓国のドラマがあったのよ。イテモンクラスっていうすごい面白いね、ドラマがあったんだけど、それを日本でリメイクするんだって。リメイク？リメイク、また日本で作るっていう、韓国人の人たちが演じてめちゃくちゃ面白かったものを、日本人が面白かったからっていう理由に日本版でアレンジするんだって。でもさ、そういうのってさ、韓国は韓国の良さがあるわけじゃんか、でアメリカはアメリカの良さがあるわけじゃんか、それをさ、この日本でリメイクするって、日本ってやっぱスケールがちっちゃいから劣るじゃん、すごく、演技がすごい上手い俳優さんも少ないし、キャスティングもさ、俳優もいないんだよ。そう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 、残念だ、ね、え、できたのできたのって見たいそれ見たいの、見たくはないよな、それは今度やるんだって、夏に公開されるんだって、大根？大根だな、それ多分な。大根の漬物じゃないか。大根らしくねえな。漬物ですよ、漬物。かけな。これ誰だか分かる？分かんねえな。これ武田鉄矢。ああね。知ってる？知ってるけども、顔が違うな。顔が違う？うん。だけどほら。うん。わかんねえか。うん、今の武田鉄矢、モデルやってるんだ。美味しいもん食いなよ最後、うん、それそれでパンパンって、ほら俺の作ったエビもあるし、これすごいや、そいつはすげえ、あ、そうだ、まあいいや、後でやろうか。まあいいか、エビは後で食えるか、ご飯いらねえのな、じゃあ、結局一口も食ってねえじゃねえかよ、うん、大葉もある、うまい、うちの刺身どんなんじゃないの？これはイチゴ。イチゴなん？サーモンじゃないよ。
あの赤いのイチゴ？イチゴ、上が乗ってるのはイチゴ。何でも美味しいっていうもんがお刺身じゃないんだから、みんなそれぞれ美味しいがあるでしょ。このレシピは俺がもうその人は辞めちゃったんだけど、俺がもう今まで生きてきて一番お世話になった先輩、芸人の先輩がいるんだけど、うん、その人が今料理人やってて、あ、料理人やってんの、おじいちゃんと食ってくださいって教えてくれた。うまいな、すっごいうまいのその人の料理、うん、もうその人の教えてまたレシピそのままやっただけ。もうこれはもうプロの料理人だよ、その人は。プロの料理人で、焼き豚つってさ、焼き鳥ってあるじゃんか、うん、焼き鳥で焼き豚つって豚を焼くお店もあんのよ、うん、そのそこのもう料理長というか料理してる人、うん、俺と同い年だけど入ったのが先輩の方が先だったから、うん、今度ご結婚される、お手伝い行くんだけど今度。一応ダメだから。うん。じいちゃんも食べなさいよ。うん、うん、うまいちごだ。うまい。なあ。うん、あ。ごちそうさま。ごちそうさま。一応食いな、ラスト。いいよ、食べて。いいよ、食べなさい。お腹いっぱいなんですか。俺なんかもうとっくにいっぱいだよ。2人前食ってんのか今日。よいしょ。ごちそうさま。はいはい。やべやべ、なんか やってほしいことがあるんだけど、トレーニング。トレーニング、うん、トレーニングはできないんだよ。じゃあ右利きよな、うん、ここをスポーツじゃないの、新聞をね、うん、新聞あるじゃん、うん、新聞の真ん中こう持って、うん、でこれをこの片手だけで丸めるの。できない。いやいや、できないんじゃなくて、それで簡単にできるから、うん、それがどんぐらいの速さでできるかっていう。ちょっと待って。あ、じいちゃんこれちっちゃい方でいいよ。まあ、右で左で。どっちも利き手でいい。真ん中を持って、片手だけでこうできるかっていう。丸めんの？丸める。手の中に入れる。はい、真ん中持ってで、掴んで、用意スタートで掴めにいいじゃん。こうやって掴んでいいよ、こうやって掴んでいい。で、どんどん手のひらの中に入れていくの。わかった、うん、よーい、あれよ、下使っちゃダメだよ、こう持つんだよ、自分で持って、うん、ちゃんとこう持って、うん、いくよ、うん、よーい、スタート。危ないよ。
で、これをど、これきついでしょ、これいかんねん、うん、で、これをこう、こう、こういう、こういう感じで、あ、そう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 、こう、こう、こういう、こういう終わり方、中入ってかんねん、あ、でも いけるじゃん、いった、オッケー、はい、これ、これがすっごい脳にいいんだって。脳にいいの？すっごい疲れたでしょ。疲れるな。疲れるでしょ。そう、これなんか、うん、腕が疲れてる、この何、握る運動とこの押さえる運動って脳が2つの動きをしてるからすごく頭にいいんだって。頭がすごい疲れるんだって。あ、そうそうそう、結構疲れたでしょ、うん、でしかもこれを逆の左手でやったりとかするとよりいいんだって。あ、うん、なかなかできないんだ。なかなかね、でもこんなちっちゃくなったよ、うん、で握力も鍛えられるし、うん、握力もあってそうな。でじいちゃんがよく手がグーパーグーパーあるじゃんか、うん、そうそうそう、それで昨日たまたま 見っけてさ、うん、そうそうそう、だから今度左手もやってごらん、バーって左が動かねえ、動かない、左もやってみる、痛いんだ、ここ痛いんだ、痛いのか、痛いのためにしないでよ、うん、あ、伸びちゃってるな、かな、ってな感じです